ちょっとこちら見ていただいて、まずはこの診断と治療計画、ここがすごく重要ですね。ちゃんと骨があるから、神経をちゃんと動かなというところをしっかり診断をして、安全に打てるかどうかというところを見ていきます。はい、で、診断によって安全にインプラントが打てるということであれば、インプラント治療に入っていくんですけども、こちら見ていただいて、こういうふうに歯のないところに、こう、杭を治療ですね。で、じゃあ、このどのくらいの時間がかかるのかって、皆さん、骨に穴開けて不安だと思うんですけど、でも、意外と骨っていうのは、歯よりもすごい柔らかいところなので、簡単に穴が開くんですよ。で、そこに杭をこう打っていくんですけども、その通常の所要時間って、本当に15分とか、長くても30分ぐらいで終わる治療です。そこからすぐに歯を入れられるわけではなくて、インプラントがちゃんとこの骨にくっつくまでの期間を、下顎の場合は2ヶ月、上顎で3ヶ月待ちます。で、2ヶ月経ったら、今度はインプラントの上に歯を入れるための型取りをして、で、歯を作って歯が装着されて、それでインプラント治療が終わりです。で、インプラントもメリットデメリットなんですけども、インプラントってメリットの方がすごく多いんですよ。例えばイメージしてもらいたいのは、子どもの時に乳歯から永久歯に生え変わったで、その時の状態に戻るってことなんですよ。だから当然歯が生えてきた時って健康な状態で虫歯もない状態で生えてるので、その状態に戻せるんですよ。健康な状態で何でも噛めるようになるっていうのがすごくメリットです。デメリットでいうと、治療期間がやっぱり普通の治療と違って、まあ大体下顎で歯が入るまで3ヶ月、上顎だと4ヶ月かかってしまうので、それが一番のデメリットですね。はい、じゃあ治療終わりましたけれども、まあこの後のね、注意事項ですけれども、今麻酔が効いてるので、麻酔が切れるまで、要するに感覚戻ってくるの分かると思うので、感覚が戻ってきたらお食事してください。それまではお食事控えることと、あと熱いもの、飲んだ時にやけどしやすいみたいな、冷たいものは飲んでしまうんです。で、もし感覚が戻ってきた時に痛みを感じた場合は、すぐに痛み止め、はい、じゃあ今日これで終わりますので、次回の治療はもう型取りになりますので、今日は下にインプラント入れてますので、2ヶ月後に、